こんにちは、大山です。今日もおすすめの本を紹介します。こちらです。稼がない男、西園寺真紀恵さんの本で、このタイトルだけ見るとですね、なんか稼がない男はダメだとか、稼ぐ方法はとかっていう風なのを女性視点で書いてる厳しい本なのかなと思って手に取ったんですけれども、実際読んでみたら全然違ったいい意味で予想を裏切られました。まあ、話としてはそのフリーライターであるこの著者の西園寺真紀恵さんが、17年間一緒に付き合っている、今47歳のフリーターの男性のことを書いてるんですけど、まあ、その彼と結婚もしてない、子供もいないで、お互いフリーターだったりフリーライターだったり定職っていうのが特にないで、保険もないし貧乏生活だっていうのを、いかに楽しんで過ごしているかで、それにその楽しむっていうところに至るまでの葛藤、まあ、女性側としての結婚はしてみたいよなとか、なんかなんだろうな、ちょっとフリーターと付き合いたいとかって考えるのはダメな気がするとかっていうような心の葛藤とかも全部、包み隠さず書きつつ、でも最終的にそのなんだろうな、仕事とかお金とかっていうところじゃなくって、男性の解消だったりとか、本当にその心で思う幸せっていうのがなんだろうなっていうのが書かれてる本でした。で、まあやっぱりね、社会生活を営み資本主義の世界にいる以上は、こう仕事がないとダメなんじゃないのとか、保険があった方がとか、定職についてとかっていうふうになりますけれども、それは果たして自分自身の感性として正しいことなのかっていうのを問い直すのにいい本だなと思います。で、ぜひですね、こう女性としても、女性の求める本当の幸せって何だろうっていうのは考えてほしいですし、男性としても、たとえ仕事がなくてもお金がなくても、そこに対して自分で確固たる意志を持ち、で、かつ一緒にいる女性を結婚しなくても幸せにする方法って何だろうなっていうのが、まあ、ヒントとしてかなり散りばめられてる本だと思いますので、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。で、もしおすすめの本があればこちらまでご連絡ください。よろしくお願いします。